2018年グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキは2018年にフィンランドで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。国際スケート連盟による 2018-2019ISU グランプリシリーズの第3戦である。2018年グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキは2018から2019年シーズンに 開催された ISU グランプリシリーズの一戦。2018年11月2日から4日にかけてシニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技がヘルシンキのヘルシンキアイスホールで行われた。本大会は2018から2019シーズンの中国杯の開催中止により大体開催することが決定された。各競技の上位成績者には2018、 2019 ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられる。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000ベイドルを差し引かれるとされた。競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベイドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベイドル支払われるとされた。ありがとうございます。